カイ・ブラッドが7月11日土曜日、横浜のライブハウス、ブロンテにて無観客ライブを開催。この模様は動画配信サイトを通じて生配信された。カイ・ブラッドは今春、3年ぶりに活動を再開させ、4月25日からは東京、豊洲ピットを皮切りに26本の全国ツアーを予定していたが、新型コロナウイルス感染拡大の影響で中止。コンサートを楽しみにしていたファンのために無観客ライブを企画。演奏曲も4月8日にリリースした4枚目のアルバム、ポジティブの収録曲を中心に、本来予定されていたツアーのセットリストを披露。19時4分、フミヤの Are You Ready? Come on! の第一声を皮切りに、ドライブ感あふれるギターのリフが響き渡り、ライブがスタート。オープニングは、新アルバム、ポジティブに収められた豪快なロックンロールナンバー、ポジティブ R&R。間髪入れず藤井直之の、ファイト、のシャウトを合図に2曲目に突入。リードボーカルは、直之で、フミヤは、コーラスとタンバリンでサポート。3曲演奏したところで、フミヤは、カメラ一つ一つに向かって挨拶し、俺たち、初めてやる、無観客のライブですが、満員の気持ちでやらせてもらいます。今は、コンサートもできず、ほとんど無職に近い我々ですが、今日は、音楽で元気になってほしいと最後まで頑張ります。とモニターの向こうにいる人に向け呼びかけた。冒頭から、ここまで5曲は、勢いのある、アップテンポナンバー。メンバー紹介を経て、ここからは、のんびり、ドリンクでも傾けながら聴いてくださいと、猿岩石に提供した、白い雲のようにをはじめミディアムテンポの曲が並ぶ。直之もサックスから、アコースティックギターに持ち帰る。ビートルズを彷彿させる壮大なナンバー、メイクミーでは、フミヤと直之の2人で、圧倒的な迫力のツインボーカルも披露した。ここからは、マイナーな曲歌います。俺たち、昭和の人間なので、マイナー調の曲が似合うんです、かっこ笑いと、歌い出したのは、最新アルバムに収められた、26夜のおぼろ月。ソプラノサックスをフィーチャーし、アコースティックギターをバックに70年代のフォーク、ニューミュージックのような切ないメロディを歌い上げる。最後の晩餐では、ソプラノサックスの音色がむせび泣き、レトロな昭和歌謡ムード漂う。感想ではフミヤはダンスを披露し、怪しげなナイトクラブにいるよう。続く、孤独のブラックダイヤモンドでは、往年の GS サウンドをも彷彿させ、石原裕次郎の日活アクション映画のよう。ここから間髪入れず、チェッカーズの7になだれ込む流れは、鳥肌が立つほどのかっこよさ。妖艶さと、わい雑さが入り混じり、画面の向こうの視聴者が息を呑む声が聞こえそうだ。ここで客席から、フミ、フミ?と黄色い歓声が上がる。声の主は、フミヤの前に、ステージ下からお誕生日おめでとう。とシャンパンを差し出す。ステージに上がってきたのは、エレキギターを抱え、ラスタヘア姿にレゲエミュージシャン風の木梨憲武。この日は、フミヤの誕生日ということで、これで同い年。木梨は3月生まれと、盟友が駆けつけた。もともとは木梨が直之に曲を依頼して、出来上がったという木梨、ヒロミの3人で歌った、友よ、まずは披露。もう一曲は2019年秋に、リリースされた、木梨のファースト EP、木梨ファンクノリノリの RI に収められた、フミヤが詩を書いた、ちょい前ラブ。今年初め、木梨のラジオ番組に、フミヤがゲスト出演した際、触りを歌ったが、本格的に披露するのは、これが初めて。美しいソウル、R&B テイストのナンバーを、息の合ったコーラスで見事に決め、木梨はメンバーに肘タッチをして、勢いよくとステージを降りた。急に寂しくなるね、のりちゃんがいなくなるとと送り出し、後半は、新アルバム収録の、ワンバイワンでスタート。この日のサポートメンバーは4月8日には4枚目のオリジナルアルバム、ポジティブのレコーディングメンバー。
バンドマスターでドラマーの大島健二は同アルバムのプロデューサーでもあり、前作ポップエンロールやフミヤの大人ロックでもタッグを組んだ名優。本来ならこのメンバーで全国ツアーを回っていただけに、この日のライブにかける各人の意気込みは並々ならぬものを感じさせた。また藤井直之はソプラノにテナーとサックス、エレキにアコースティックギター、さらにコーラス、リードボーカルもと八面六臂の大活躍を見せた。ここからは熱量あるバンドサウンドに乗って一気に駆け抜ける。最後の曲になります。えっという声が聞こえませんが、かっこ笑い、だんだん心が盛り上がってきましたと、ファーストアルバム収録のジェネレーションギャップに、いつものライブならフミヤが直之に近づいたりもするが、この日各メンバーは1メートル以上の間隔を空けたソーシャルディスタンスをとっているので叶わなかったが、ステージでの熱さは画面越しにも伝わったことであろう。皆さんのアンコールの声が心に響いてますと、再びステージに帰ってきたフミヤは、普通の日常がどれだけ幸せだったのかを実感してます。そんなさりげない日常を歌った歌ですと、バラードナンバーさりげない歌を朗々と歌い上げる。最後は、我々は音楽を届けることしかできないんで、明日へ明後日へ、そして未来へ向かってこの曲を歌いますと、シューティングスターで2時間に及んだ回ブラッド初の無観客ライブは終了。サンキュー、また一緒に遊ぼうぜと画面越しにメッセージを伝えてステージを降りた。この日の模様は、視聴チケット購入者は7月12日日曜日23時59分までアーカイブ視聴できる。チケットは7月12日日曜日20時まで購入が可能。詳細は深いブラッド公式サイト参照のこと。